録画フォルダが圧迫してきたから一気に消化するよ。一旦新しい刀作って、ステータスはスタミナ全部っぱ一択だよね。そういえば投稿期間の誤差率が上がるって話は実はこれからが一番強くてね。魔術師進めるために裏で周回してるから時間かかるんだって。じゃ前回見つけたダンジョンレッツゴー。いろんな場所を回って道を解放するシステムみたいだね。具体的な道筋がないのは不親切かも。せめてわかりやすい道を作ってくれたらよかったんだけどね。不正やめて。ウィザードくん毎回思うけど序盤のくせに吸引力強すぎじゃないかな。見切ってるからダメージ無力化してるけどちょっと前だったら普通に死んでたよあれ。よくわかんないパズルもあった。すべての明かりを灯せって言われてやってみても何も反応ないのはシンプル不親切。不正やめて。来た方向に道できてたからあれで合ってたみたい。そんな感じでなんやかんや攻略してね。なんやかんやってなんだよ。いや別に割と時間かかったから編集に難しくて、道も開けたし早速ボス行こう。これ撮影ドローンの使い道ね。ということで青木冥界の使者さん。でもなんか岩永湯に冥界から出張するのは大体黒い人でたまに赤い人が行くらしいんだよね。物理的に黒いわけじゃないんだけどな。クラフトピアと地球の冥界事情は違うだろ。こっちの冥界は青い人も戦線に立たされるなんて大変だね。なんかこのゲーム開始判定すっぽいガバガバですぐにジェスト回避になるんだけど、もしかしてブレオブってかなり戦闘優しいゲームだった？難易度まで意識するとはさすがだね。じゃあなんでワンパンダメージがあるんですかね。はい、撃破完了。鎌の方に死神の監視をつけるんだね。ちなみにダンジョンクリアすると初回は特産品もらえるから前回のあの時間は完全に無駄だったよ。その後洞窟行ったらまたこの試練があってね。不正やめて。ポケベアはパルワールドなんか展開してないでワークシフトの修正を入れるべき。とりあえず塔伸ばして、その辺にいた村人さんで発電して、いろいろ飛び回ってたら道なる場所を見つけてね。ここボスラッシュダンジョンらしくて、報酬のコインで買える装備品がまさにエンドコンテンツって感じ。それでまた新しい塔の場所も見つけてね。この付近の情報全くないから割と助かるかも。って思ったら割とすぐにワークポータル見つかったね。ほんじゃちょっと気になってたギガンテスの後ろの島々に行ってみよう。遺跡っぽい感じで何かありそうだよね。まあここにもギガンテスいるのは納得だけど、二人目は聞いてないかな。急所でワンパンできるからまだそこまで理不尽。はい。遠距離に狙われながらの戦闘って割ときついんだよ。めっちゃ遮蔽使ってる人が何言ってるんですか。まあこの後何事もなくしばき倒して探索してるんだけど、ちなみに何もなかった。そういえば拠点の近くでドラゴンさんが寝てるんだけど、レベル差もすごいし喧嘩売るのはまた今度かな。次の日、三つ目の塔の修復が完了したよ。距離的にこっちの方が近いしこれからはここを使うようかな。新しい地域もどんどん開拓していきたいね。これ後輩所の動作テスト。こういう景色が見れるのはオープンワールドならではだね。いや別にクローズドなフィールドでも見れはするんだろうけど、ここ来たのは特産の木が目的。道中で絶対盗賊やってない方がいい人がいたんだよね。君を受け直属の剣士になったらいいんじゃない？名前とかちょうどいいし、なんやかんやしてたら新しい地方だね。ここはどうやら江戸モチーフっぽい雰囲気。まあそれは一旦置いといて、この時代から翼が作れるようになるみたい。当面の目標はここかな。この録画ここからずっとカメラで遊んでただけだったのでカット。さっきの地方のちょっと離れたところに気になるやつがあるんだよね。何かしらのボスがおるっぽいけど。ここ確かアプデでサチュロスさんが来てたと思うよ。と思ったら近所の洞窟の地下にもサチュロスさんいた。別に戦闘自体は問題なかったんだけど火力が足りなかったかも。時間制限がついてるのは初めて見たけどにしても分かりにくいね。なんか再挑戦も面倒だしスキル付け替えようかな。機動力こそ正義。これは圧倒的有利ポジションでスナイパー対決してるず。実際ギガンテスは動いてればクソエイムで当てられないから割と余裕な心持ちで対峙するのが大事なんだよね。そしてこちらが新しいダンジョン。行くタイミングを完全に間違えたけどボスはグリフォン。そうこれの材料を落とす九段の人だよ。まあ、でも実際にはある程度のレベルにならないと落としてくれないらしいけど、そしたら早速行ってみよう。不正やめて。トリプルジャンプで機動力上げてるから分かりにくいけどちゃんと逆順だから安心してね。そういえば二刀流調べてきたけどちょっと複雑かも。刀よりは回避がやりやすいからこっちの方がおすすめはできるけどね。不正やめて。ワークシフトじゃないにしろ特定のスキルを要求するギミックも出てきたね。スキル禁止縛りとかは考えてないのかも。道
道も開けたことだし早速グリフォン行こう。そういえばこんだけ録画消費してるのにまだ5分経ってないんだね。オープンワールドの録画ってやっぱ冗長になっちゃうのかな。嘘の録画そうでもないからやっぱ方向性じゃね。戦闘がメインじゃないゲームの宿命ってことかな。だいぶグダってたのでカット。本職じゃない双剣を使うのはやっぱり向いてないのかも。もうちょっと練習してみるけどそのうち刀に戻ってそう。それはそれとしてそろそろエンチャントなしは厳しいような予感もしてる。今までやり方がわかんなかったけど素材はしっかりあるから今からがっつり揃えれば割と楽になりそう。ということで激闘の末勝利。ここの報酬はさっき集めたから意味はないよ。でもう一回戦ったりしてるんだけど即座に反応とかないからやっぱアクションわかりにくいね。刀とかは姿勢がわかりやすいからまだマシだけど。でマップ下の方見てたらもう一個ダンジョン見つけたよ。地域的に特産品の報酬はなさそうかも。気づいたら進化の石板が使えるようになってた。インベントリの拡張ができるみたいだね。ではさっき見つけたドリルを拠点の岩盤にセット。作業してるうちに勝手に鉄が集まる仕組みの完成だね。これをコンテナに格納すれば機能は完璧。それじゃあ今日の作業はここまでにしとこうかな。次回はダンジョンさらに攻略して翼作れるところまで行けたらいいね。じゃ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。